再帰区は、広島市を構成する八つの行政区の一つ。1985年3月20日に、旧再帰郡五日市町を、広島市に編入合併。五日市町全域をそのまま、再帰区として、広島市八番目の行政区を設置した。その後、2005年4月25日に、再帰郡雪町を合併し、再帰区に編入した。 広島市の西部に位置する。1980年代以降、都心に近く自然が豊かな特性を生かして、北部の丘陵地域の宅地化が進み、広島市のベッドタウンとして発展した。単独調整時代は、日本一の人口の町で、合併直後の国勢調査では10万26人であった。当初は、旧再起郡八日市町目撃に含める計画だったが、 初会市町の単独姿勢施行により断念した。2005年には旧西季具に行町を区域に編入して、区の面積は約3.7倍となり、朝っ北区に次ぐ2番目に広い行政区となった。南部は瀬戸内海に面して八万川下流域に平野が開け、北部は山地が占めている。旧五日市町の編入で、五日市町の名前は多くが消滅し地盤も変更された。 一部、五日市町の名を残す表示も存在する。また、2005年4月25日の雪町編入に、伴い、旧雪町の地名は、以下の通り変更された。旧五日市町区域警察消防を主な産業は、旧五日市町区域は、一般機械、洋業、土石、旧雪町区域は、農業、落農が盛んである。特産品として、牛乳、山フグがある。 観光産業も盛んで、旧雪町区域には、雪温泉、湯の山温泉があり、以前は、広島ドッグパークもあった。旧五日市町区域には、楽々園遊園地が以前は、存在していた。以下に記載する、商業施設は大規模で、広域集客力のあるものに限定し、店舗の大まかな説明も記載している。百貨店は、サテライト店舗でないもの、ショッピングセンターは、 原則1万平方メートル以上としている。ただし、施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。私立公立私立公立私立、公立私立私立公立私立や幡川下流部広島電鉄が渡る。その他、山陽新幹線が、広島駅から新岩国駅間で遠くを通過しているが、ほとんどがトンネル区間である。 高速道路一般国道県道広島市の文化財、有形文化財、建造物、広島市の文化財記念物、史跡、広島市の文化財記念物、名称、広島市の文化財記念物、天然記念物、広島市の文化財,文化財登録文化財より、名所観光スポット祭示祭示、ありがとうございます。